これヴィーナスね、ギリシャ神話でエイプリルの語源にもなったと言われるアプロディーテで、これなんでアプロディーテっていうかっていうと、アプロスってギリシャ語で泡なんだよ。泡から生まれたんだよヴィーナスは。でどんな泡から生まれたかっていうと、あの天地を作ったねウラノスっていう神様がいるんだけどね、それが子供のねクロノスっていう人にね殺されるんですよ。でそれで男性器を切り落とされるんですよ。でそれが海に落ちた泡から生まれたのがアプロディーテなんですよ。すごいとこから生まれてるんですよこの人。でそのアプロディーテはこの貝に乗ってね、西風に吹かれて上陸したという話なんですよ。サトゥルヌスっていうのはローマ神話の名前なんですよ。でこの人はじゃあギリシャ神話では誰かっていうとクロノスっていう人なんだよ。これクロノス2人いるんだよギリシャ神話に。1人時間の神なんだよ。だから時間のことクロノメーターとかクロノグラフってつくのはそっちのクロノスなんだよ。でこれは大変偉い神様で農耕の神様なんでね、あの農業のとか、要するにもう土地とかさ食べ物をもたらしてくれる神様、だから刈り取りのためのさ鎌を持ってるんですよ。この人は創造神ウラヌスの息子なんですよ。その鎌でもって自分のお父さんの男性器を切り落として殺すんです。殺してで自分が、まあ、世界の神になったわけですよ。ところがそんなことしたもんだから、あんたも自分の息子にやられるよっていう予言をされるわけですよ、はい、それで生まれてくる自分の子供を次々に食っちゃったんです。そういう話で、もう自分のが殺されるかもしれないからって次々食べちゃう。5人目になってさすがにお母さんがレアがかなわんと言うんで、石をね丸飲みさせてね騙して助けたんですよ。その子がゼウスで、ゼウスがこのクロノスを倒してオリンポス十二神の最高位につくわけですよ。でそんな石を飲ませて騙せたぐらいで、だから本来は丸飲みしてるんですよ。だけどこうこんなむしゃむしゃこんなむさぼり食ってるように描いてるんですね、ゴヤはね。ちなみにルーベンスも同じようにこうやってむしゃむしゃかぶりついてる絵を描いてるんだよね。だからまあこういう描き方っていうのはまああるわけですよ。でも本来は丸のみ、だいたい生まれてきてすぐ食ってるの。まあまあでかいじゃんこの子、はい、でかいですまあまあちょっとその残酷さをこう強調するためにこういう描き方をしたんだろうけれども、ユクロプスっていうのは、はい、ギリシャ神話に出てくる一つ目の巨人族ですよ。英語で言うとサイクロプスですよ。サイクロス、キュクロスっていうのが円、だ英語のサイクルの語源で、オプスが目なわけ、だから丸い目、真ん中に丸い目が一個ついてる巨人だからキュクロプスっていうわけで、この人はキュクロプス族の中でも最強と言われた、はい、怪人ポセイドンの息子のポリフェモスっていう、ポリフェモスはもう人間を取って食う怖い巨人だった。これ後のローマ時代になって古代ローマの詩人のオビディウスっていう人がいるのね、はい、でその人が神話をいっぱい集めた変身物語っていう有名な、いろんなものに姿を変えちゃう本を書いたんだけど、その中の話だとポリフェモスは海の精のガラテイアっていう妖精だよねに恋をするの。恋をするんだけど、このガラテイアは川の精の息子のアーキスっていう人と恋仲になっちゃうんですよ、うんうん、でポリフェモスが嫉妬して岩投げてアーキスを殺しちゃうっていう、そうするとアーキスから流れた血がシチリアのエトナ山から流れる川になって、アーキスはその川の精になりましたっていう話なのね。だからどっちにせよこの人はものすごく凶暴な巨人なんですよ、うん、だけどこのルドンの書いてるのを見るとむしろ優しそうじゃん、はい、これほらガラテイアを見つめてる、ストーキングですよ、ストーキングしてるんだけど、はい、優しそうだし寂しそうなんだよね、うん、ここはやっぱりこのルドンという画家の性格が出てると思うんですよ。ルドンそのものなんですよ、この優しく寂しいっていうのは、うん。
女神がさ、なんかの集まりに呼ばれなかったんだよな、うん、それで腹を立てて女神たちを仲違いさせようと思ってさ、はい、あの一番美しい女神に捧げるって言って金のリンゴを置いとくんだよ、うん、だから一番美しい女神は誰だろうみたいなことで揉め事が始まって、それで3人、ヘラっていうのはゼウスの奥さんで、だからもう神々のトップの奥さん、うん、はい、ヘラっていうのと、からあのアテナ、アテナっていうのはあの知恵と戦いの女神だよ、うん、それからアプロディーテ、アプロディーテっていうのはあの英語で言えばヴィーナス、だからビーと愛の女神、この3人が誰が一番美しいかって言って争いになるの。それでじゃあ誰か決めてもらいましょうって言って白羽の矢が立ったのがトロイアの王子のパリスっていう人なんだけど、この3人の女神がさ、私を一番にしてくれって言ってさ、陰で工作するんだよ。で、あの私をね愛してくれたらね、アジア全土のねあの支配権をあげますとかね、はい、あの戦に絶対勝つようにしてあげますとかね。で最後にヴィーナスがあの世界で一番美しい女性をあげますって言うと、パリスはそれがいいって言って、それで、まあ、ヴィーナスが勝つわけで、で褒美にもらったのがもうすでにスパルタの王様の奥さんだったヘレネっていう人なわけ、はい、でそれをトロイの王子 の, あの嫁にしちゃったからトロイア戦争が起きたっていう、そういう話。このオデュッセウスっていう人はイタケっていうところの、まあ、ギリシャのイタケっていうところの王様なんだけど、あのトロイア戦争でギリシャ軍でこうトロイに戦いに行って、で勝って、帰ってくる途中にいろいろ苦難に遭うんですよ。それで10年間も家に帰れないんですよ。でこの10年間あちこちでこう苦難をの漂白をするんだけど、こういう人ね行く先々でね女の人にモテるんだよ。で女の人に助けられるんで、島耕作みたいなやつなんだよ、ね、困った時は女の人が助けてくれるんだよ。でこれはこのサイレン、セイレーンですね、セイレーンという海の魔物が住む海域があるわけですよ。でこのセイレーンたちっていうのは美しい歌声でこう船乗りたちを誘惑する。でこのセイレーンの歌声を聞くと全ての記憶を失ってセイレーンたちに引き寄せられていって食われちゃうんですよ。でだけどオデュッセウスはこの前にいた島でね、魔女キルケっていう人にやっぱり惚れられて、魔女キルケからあんたこの先ね行くところにこの精霊がいる海域があるから絶対歌声を聞いちゃダメだと、耳に蝋を詰めて歌声を聞かないようにしなさいって言って言ったわけ。だから精員たちにはみんな耳に蝋を詰めさせて歌声を聞かないように耳栓をさしたのよ。でドジュセウスはいや俺はどうしてもその歌声を聞いてみたいんだと、だけどこう引き寄せられてね、で俺がおかしくなっちゃうといけないからこの帆柱にくくりつけといてくれと、でこう帆柱にくくりつけられて今もう精霊の歌声聞いてこうおかしくなってるそうですよ。でも逆にこの船員たちはオデュッセウスがおかしくなってるってことはこれ精霊歌っとるなと、でこうオデュッセウスが元に戻ったらあ歌聞こえなくなった耳外そうっていうことができて、まあ無事に乗り越えられたつそういう話ですよ。で精霊はだから歌声が遠くまで聞こえるわけじゃん、だからサイレンの語源になったわけですよ。これもともとだから精霊ってこういうその半人半鳥、鳥の体と人間の顔だったんだけど、それがヨーロッパに入ってきてからヨーロッパ各地の人魚伝説と結びついてだんだん人魚化していくんだよ。